こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、今回は愛知学院大学について解説していくぞ。愛知学院大学は愛知県日進市岩崎町屋領域12に本部を置く日本の私立大学。1876年創立、1953年大学設置。大学の略称は愛院大、愛学。1876年明治9年5月。曹洞宗により曹洞宗専門志向として創立された教育機関を源流としている。そのため、同じ曹洞宗が創設した駒沢大学や東北福祉大学、鶴見大学とは姉妹校なんだな。偏差値は35から 52.5 で上位の学部は相応に高いぞ。愛知県の大学の中では有名で進学する生徒も多いな。サッカー選手や野球選手、バレーボール選手などプロスポーツ選手を数多く輩出しているほか、結婚式場で有名なテイク&ギブニーズの社長や英会話の NOVA の社長は愛知学院大学の出身だ。今回はそんな愛知学院大学にまつわるエピソードを4つに絞って解説していくから、ぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速、ゆっくりしていってね。仏教大学としては駒沢大学が有名だが、その姉妹校である愛知学院大学も非常に仏教教育には力を入れていることで有名だ。仏教の衣装である袈裟を身につけた人が、普通に大学内を歩いていたり入学式では必ず合唱をするそうだ。そしてどの学部でも宗教学の単位がないと卒業できないようになっていて、その宗教学の授業で座禅を組まされる会があるそうだ。そして座禅どうなる、座禅専用の建物があるので全生徒は座禅を経験して卒業していくようだぞ。また授業が開始する際には起立、合唱、着席というような形で開始するそうだ。理事長や学長などはみんな坊主だったりするようだな。仏教大学っぽくてなんかすごいね。ああ、将来そっち系の仕事をしたいと考えている人には非常に良いと言えそうだな。愛知学院大学は愛知県の私立大学で相応に偏差値が高く、歯学部や薬学部など医療系の学部があり、そこに通う学生は非常に金持ちのご子息である可能性が高いんだ。それなので駐車場に外車ばっかり入っていったり、外車専用の駐車場があるなんてことも言われているぞ。BMW やレクサスなどの高級車に初心者マークがついている光景はなんとなく滑稽で面白いんだそうだ。お金持ちが多いと一緒に遊ぶのも大変そうだな。愛知学院大学では大雨の日に駐車場前の階段が滝になるという都市伝説があり、この階段を登っていくことは愛学名物滝登りと呼ばれている。ちょっと見てくれ。おお、これはすごいな。こんな状態になっていたら自分だったら諦めちゃいそう。愛知学院大学は広大なキャンパスを抱えていることで知られているが、日進キャンパスは授業やテスト開始10分前についても遅刻することがあるそうだ。ギリギリに行くとたくさんの生徒が同じように歩いているので脱出することができず間に合わないなんてことがあるようだぞ。そのため特に大事な授業の日は少し早く出ることをみんなが心がけているようだ。それではまとめに移ります。その1、仏教界の有仏教大学ならではの校風があって楽しそうだな。その2、金持ちが多い、金持ちの友達がたくさんできたら将来役に立ちそうだね。その3、滝登り、大雨の日はくれぐれも気をつけてください。その4、キャンパスが広すぎる、キャンパスが広いのは羨ましいような羨ましくないような。ということで今回は愛知学院大学大学について4つのポイントを紹介してきたけど、どうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとか、この高校や大学も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それではご視聴ありがとうございました。